この作品では名古屋およびその周辺の方々への偏見が随所に見受けられますが、名古屋愛あふれる本作品をご覧ください。ところで名古屋市といえばコスプレホストタウン宣言をしているのはご存知ですか？コスプレイヤーさんに優しい名古屋に遊びに来てくださいね。宣伝上手だな。思いっきり風邪ひいてしまった。どうしようどうしよう、あまだ来ないのかな。もしもしまいちゃん、どうしよう、お兄ちゃんが死んじゃうかも。大変、私に任せてください。ちょっと待っててください。でも待てない、私風邪に効きそうなもの買ってくる。どうぞ。ヤトガメ、なんで鍵買っとらんかったでよ。不用心だで。カンは勝手にお勝手するけどええね。まさかヤトガメが俺の看病に。っていうか勝手にお勝手ってなんだ。なんだあれは。これで一発だで。やめろ、一発で殺す気か。これは味噌煮込みうどんだがね。あのね、ジン先輩がどうしても食べたいって。仕方にゃーなーこれがザ・名古屋名物味噌煮込みうどん。ご飯は大盛りで。え、いや、いらない。ご飯がいらにゃ。だってうどんでしょ、大阪人のお好み焼きじゃないんだし。大阪人と一緒にしょんじゃにゃー。で、ええか、味噌煮込みはこうやって蓋に麺をよそって。あいつなんでこの土鍋蓋に穴が開いとりやすか。普通開いてるだろう。味噌煮込み用にはありゃせんの。食べてみよう。太くて長い麺でもって硬い。味噌煮込みはそういうもん。どういうもん。よく噛んで食べるおかずとしてのうどんだでよ。ギニョウミはご飯を欲しとるでよ。肉た、確かに俺は今うどんを食べているはずなのに、俺の口がご飯をくれと訴えてやがる。うめえ。さらにこの残った汁にご飯を入れて雑炊に。ダメだ、そんなの。止まらねえ。体が楽になっている。ヤトガメいない。いや絶対いたわこれ。怖くて帰れない。